海と日本プロジェクトの一環で行われた豊かな海を守ろう兵庫シーレンジャー。兵庫県の小学5年生と6年生24人が1泊2日で豊かな海を実現するには何が必要なのかを学びます。終わるまでに、まあ、10個ぐらいは海藻の名前を覚えて。海の生き物は好きですか？はい。おお。海が大好きで、実は2週間に1回ぐらい行ってます。講師の挨拶の後、記念撮影が行われました。するとそこへ、もうちょっと、もうちょっと真ん中に、もうちょっと真ん中来ようか、真ん中にな、ギュッと。お、みんなびっくりしてますよ。ちょっと待って。安田大サーカスの団長。団長です。よろしくお願いします。どう考えるの、クロちゃんって。どう考えるの、クロちゃん。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。はい、チーズ。まず最初に、水産技術センターで兵庫県の海の現状について学びました。水がまずきれいになったのは非常にいいんだけれども、海がきれいになったのと一緒に栄養もなくなっちゃったんかなっていうところがあるので、その栄養分が少ないと、もう直接海苔はそれを吸収して育つので、もう色が抜けたみたいになる。こっちがいい海苔で、こっちがその色が落ちてしまった海苔。今後この排水浄化をしつつ、栄養だけはちょっと海に戻してあげようかみたいなことも始まっていて、栄養があれば植物プランクトンが湧くやんね。それは魚の餌だと。あと海藻もそれを吸うて大きくなるということやったら、魚たちの隠れ場にもなるし、小さい魚とかも生き残れるでしょ。そういったつながりがあって、適当にやっぱり海に栄養があるのがいいのかと。続いて兵庫県を代表する海産物の一つ、海苔について学びました。これが、カキガラシ状態ですね。実際、この白いカキガラに海苔の種を植え付けて、はい、成長したカキガラ、これを水車の中に入れて、あの日の出とともに光に反応して胞子がここから放出しますので、朝もう6時半から作業を行っています。海のお勉強しましたが、はい、今抱える問題一体何でしょうか？プランクトンが減ってしまって、うん、海の環境がきれいになったけど、その分、うん、栄養分などが減って、うん、はい、植物じゃなくて動物、うん、はい、とかに影響があった、うん、大変な状況、これどうやれば変わるんでしょうか？一人一人がなんか海のことを気遣って、うん、海と関わっていったりしたら、はい、海もなんかきれいになって、プランクトンとかも栄養とか増えるんじゃないかなと思います。うん、海と日本。